チームとしては昨年も2位という結果でしたので今年こそはと優勝を目指して頑張っていきたいと思っていますそうですね毎年そんなに大きく変わることはないんですけど、まあ、下半身を中心にランニングであったりトレーニングであったり基礎練習だったりっいうのを中心にやってきたので1年間戦えるだけの体力作りと体作りをしっかりやってきたので1年間力を発揮できるように頑張っていきたいと思っています 高校の時は、冬場の練習がやっぱりウェイトトレーニングとか、ランニングとか厳しくなるので、その時にやってましたけど、そんなにウェイトトレーニングは高校時代はやってなくて、大学になっても、冬場は走り込みだったりっていうのがすごい多かったので、それトレーニングはしてましたけど、ウェイトトレーニングは 大学の時もまだそこまではやってなかったんですけど、プロに入ってからウエットトレーニングも本格的にやり始めて、で、今も継続してやっているっていう形ですかね。高校の時は寮だったので、まあ、寮で出てる食事を食べて、まあ、プラス、まあ、夜食とか、お米はもういくらでも食べれるので、お米をいっぱい食べるっていうような生活をしてましたね。で大学時代 もう最初は学生寮だったので、寮で出してくれる食事をとって、途中からは大学の野球部の寮になったので、ここ出てくる食事をとったり、足りなかったら夜友達と近くのご飯屋さんに出かけて食べたりっていうことはしてましたね。そんなに食事を気遣ってたっていうことはなかったですし、プロになって若い時ももう好きなものを好きなだけ食べるっていう、 ことをやってたのであんまりそのバランスとかっていうよりはいっぱい食べて体を大きくしてっていう食生活でしたね最近になってまあサプリメントであったりプロテインであったりっていうのを少しずつ興味持って取ったり飲んだりさせてもらって体を維持できるように鍛えれるようにやってますオフシーズンの間はウエイトトレーニングをしっかり毎年やってますしランニングの量もしか増やしてしか走り込むように っっててていうのは心がけてやってますし、まあ、シーズンに入ればランニングの量っていうのは少し落とすんですけどウエートトレーニングも健康体であればしっかりやってますしやっててもシーズンの終盤とか疲れてとか痛いところが出てきてなかなかできないっていうこともあるんですけどなるべくウエートトレーニングであったり、まあ、ランニングもアップの中で入れたりもしてますしなるべくこう量を確保しながら1年間やっていきたいなと思って。 やってます若い時よりもや,やるようにはしてますねやっぱり1年間戦う上でやっぱり夏場とか夏場過ぎたあたりがやっぱり体力落ちてくるのでそこまでしっかり体力を持つように貯金というか継続してやっていくことは心がけてやってますねまあ野菜をしっかり取ったりだとかサプリメントも取るようにしてますし今年からポジションが変わったので運動量とかも少し変わってくるので そういう面も踏まえて食事の量とかバランスっていうのは今年はちょっと特に考えてやってますでもセカンドであったらっ運動量が結構あったので運動量を踏まえて体重がこれぐらい落ちるだろうっていう計算でキャンプインすることとかもあったんですけど今年はサードで運動量がないわけではないんですけどセカンドに比べれば少し落ちるので なかなか体重が減らないことを見込んでちょっとキャンプインもいつもよりは絞った状態でキャンプインをしましたそうですね飲み始めたのは5年目ぐらいですかねでその前ぐらいから年間通してウエイトトレーニングとかもやってたんですけどまだ最初の頃はそんなに飲んではなくてプロテインもそんなおいしいっていうイメージも正直なかったですし まあ、ウェートトレーニングとかもしながら、やっぱシーズン戦っていくと、終盤に体重が減ってくることがあったので、それをちょっとどうにかしたいなっていうふうなことを思って、栄養士さんだとかに相談をしたところ、プロテインを取り始めるのもいいんじゃないかっていうふうに言っていただいて、トレーニングの後もそうなんですけど、自分の場合は朝起きて、家から球場に来るまで何も食べないので、球場で朝食を取るので、それまでに何か、 口にしておこうと思って朝のプロテインを始めてってっいうのがきっかけで,でそこから体重もそんなに大きく減ることはなくなりましたし体重をキープできたっていうのはあります P レジェンンドの WPI プロテインですいろんな種類のフレーバーもありましたしいろんなフレーバーがあることで飽きずに飲めましたしいろんなプロテインも飲みましたけどやっぱ泡が立つとなかなか飲みづらさであったり。 泡だけ飲んでるみたいな時もあったので、それも全然なくて、泡立ちがないので、すごい飲みやすいなと思って、B レジェンドを選ばせていただきました。B レジェンドはアンチドーピングなので、安心してアスリートでも飲めるかなと思います。シーズンの終盤になると減ってたので、まあ食事を取るようにもするんですけど、夏場とか食事の量も食欲も落ちやすいので、朝のプロテインを取り始めて体重の ペリもなくなくっててきたので助けられてます。スポーツやっていたらなかなか体重を落としたくないっていう選手もいると思うのでそういった方にもおすすめですし朝が忙しくくてて時間ななな食事取れないっていいとう方にもおすすめかなと思います。めか思まトレーニングももちろん大事だと思うんですけどその後のリカバリーっていうのもすごく大事だと思うのでそういった意味でもプロテインを飲んでカードをケアしてカードを大きくできるように心がけてほしいなと思います。 昨年は個人でもチームとしても悔しい思いをしたので今年は笑ってシーズンが終えられるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。<laughs>